こんにちは。大木町議員の馬場隆です。えー、昨日はですね、議会の2日目があり、終わりまして、えー、まあ、主にね、えー、目立ったあ、まあ、あの、議案としては補正予算がありました。補正予算というのは、まあ、1年間のね、えー、まあ、1年間の一番最初に、まあ、こんだけお,お金使いますよっていう予定を立ててなかった分が、えーと、途中から、まあ、これにお金を使いたいとか、えー、もしくは、ああ、 まあ必要と思ってたけどいらなかったから減額します。これは使わなくていいですよとか、えー、そういうまああの実際その税金があの収入が表でて少なかったので、この分減らしてきますとか、まあ、そういうその調整を年,年度末にかけてこうまあちょこちょこ補正予算という形で調整をしています。でその補正予算の中で、1800万 えー、庁舎、また、あのー、裏、裏にある子育てセンターですね。あそこの建物の省エネ、まあ、ああの、ゼブカって呼んでるんですけど、省エネの設計見積もり費用に1800万いるという,う、提案が載ってました。ねえー、そうですね。1800万 <laughs> まあ、あの、ちょっと高いなと私は最初に聞いて思ったんですけども、まあ、建物自体のせ、あの、建てるわけじゃなく、中のちょっとした補修で、設計だけで1800万かかる。うわ、高いなって思ったのが正直なとこでした。で、これはまあ、1週間ぐらい前に会議の中で出てきてたんですよね。えーまあ、その時の中の話をざっと説明をしますとですね、 え、まずその、私が言ったのが、え、1年ぐらい前にこれ300万の調査費用って出てませんでしたっけって出してましたと。で、その調査費用で、確かその、まあ、このぐらい省エネがあ、こういうのを使えばこういうふうに省エネができるよね。なんで、まあ、あのー、まあ、国がその、そのしょ、省エネのなんかこう、基準みたいなの出してて、で、そこにこう、当てはまるようであれば、 これだけ省エネできるよねっていうのを確定できれば、まあ、国がその費用の3分の2かなを出しますっていう、まあ、補助金制度があってだからその去年、えー、っと7月ぐらいにのその300万は、まあえーまあ、議会でも承認をしてで今年の1月2月の会議の中で、えー、その省エネ達成できますと。なのので国のその 補助金制度もほぼ使えますよっていうのが出てたんですよね。でしかもその実際工事するときはまあその時の資材とかの相場次第ですけども、えぇ、ー、調費では1.5億円だぐらい出せばいいと。あと3分のには国が出す。まあだから3億4億ぐらいのプロジェクトになると思いますよみたいなあ <laughs> の報告も受けてました。なので、あれ ダブってないですかと前300万かけて調査したのと今回1,800万で設計をするという話ですけどその,なその設計の内容を見ると、まあ、調査費用とかその何ですかね、えー そそのそのゼブかっていうのに当たるかどうかのその相互チェックみたいな、えー、内容が入ってたんであらえらいダブってますよってそれ、えー、二重で払うことなりませんかっていうふうに私も会議の中で言いましたし今回まああの議会の中でも特にねあのー、詳しい方が議員の中でもいらっしゃるんで、えー、やっぱダブってますよと。 この1年前の300万とこの1800万いるっていうのが、っていうので、まあ、あのー、担当が総務の課長さんになるんですけど、まあ、総務課長さんとやりとりしたり、えー、副町長と、まあ、議論に、厚い議論になったんですけど、まあ、ど、そうです。どっちかつというか、うん、どっちの言い分もあって、特にこう、決定打にか、うん、ちょっとこう、うんっていう花あの雰囲気になって まあもちろん私もえー、と質問をしたのがその1800万かかるバンって言われてもちょっとわからないのでもうちょっと詳しい数字のベースの見積もり書みたいなのないですかっていうふうに質問したらあありますと <laughs> ただこれは人件費の積み立てみたいなもんであんまり参考にならないんじゃないですかみたいな話だったんですけどいや えっ、ー、と、議長の方が、いや、それ、そういう資料があるなら出してくれっていうことで、まあ、ああの、コピーして、皆さんに配ってもらったんですね。<laughs> で、えー、まあ、その資料を見ると、まあ、まあま、あ確かに人件費の積み重ねであり、まあ、あの、結構単価高いんですよね。3万2800円。えー、これは1日の金額だと思うんですけど、それがまあ、あ えー、なななの7人。まあ、これ日数でかけてるのかわかんないですけど、現地調査が15人とか、その積算であったりとか、えー、っと、あと、びっくりしたのが、ちょっと質問したのが、ね、処刑費。処刑費というのが見積もりの中にあって、そこで、まあ、800万近い金額が <laughs>、処刑費っていうので上がってたので、これは一体何ですかって質問をしたんですけど、 えー、総務課の課長さん曰く、これはまあ国が、あのー、まあ、こういった、あの、積算するとき、大体いい目安としてね、えー、このぐらい、えー、なんですかね、<coughs> えー、なんとかり、あのー、ま、これに対する何%、パーセントこれに対する1.5%、これに対する1.2%、なんか細かい、そういうのがあるみたいで、公共事業に関しては、それを、 お、をまとめたのが、この800万ぐらいになります。という話、説明だした。まあ、なんか国の、だから、その、なんですけど、おも、おおらかな決めに沿って、まあ、で、出てきた数字だ、ということだったんですね。まあ、だからそう言われると、まあ、まあね、国の中元で働いてるわけですから、あ、そうなんですか、ということだったんですけども、ええー、で、ええー、まあ、わかりましたと。 ただまあ、どうしてもちょっとやっぱ高いというふうに思ってしまう。ただまあ、あのー、まあ入札がきちんと、ね、入札でやるっていう話が議会の中でね、かいあの、その答弁の中で出てきたんで、えー、入札になるかどうかも、うちの議会の当日なので、うちは私たち知らなかったんですけど、入札だっていう話が出てきたんで、いや、入札、まあ、なんかこう、その、この、省エネの、 お計算ができる設計事務所さんが、まあ、どんだけあるのかわかんない、いるのか分かんないんですけど、まあ、こういった、あこの授業ね、入札かけたら、大木町の入札かけたら、どのくらい、応札してくれるとこ、申し込んでくれる人いると、まあ、見積もってますか、という話をしたら、まあ、ちょっと、向こうも答え、困ってて、<laughs> 一回休憩をして、 えー、5分後ぐらいに、えー、どっか、なんか調べて、えー、戻ってこられてですね、おっしゃってたのは、まあ、久留米市の市長さが、その、同じような省エネの回収をした時が、まあ、業者が4社、あの、入札に入っている、という、まあ、あ過去の、えー、例を出していただいて、まあ、あ よ、そから、まあ、その、まあ、医者だけではないと思います、ね、けどね、みたいな雰囲気で、いや、クルミは4社も、お、ニュースに入ってました、というようなう、回答だったので、ああ、そうですね。そしたら、まあ、あのーお、今この1800万出てるのは、まあ、あくまでもその、おざっぱにひ引いた、まあ、多分、絶対とは言わなくてもお、基本なんかマックスレベルの話で、まあ、あのー、あとはまあ、 入札に出る、入るとこの会社が、まあ、それなりの競争をね、えー、して、えー、上で、まあ、多少ですね、えー、安くなるのではないか、まあ、そもしくはその,その、安くなるように入札をしてくれる企業をですね、広く声をかけるようにお願いしますね、ということで、えー、私の質問は終わりました。で、そうですね、あと、 まあ他にもですね、その単価が32,800円っていうのが人件費の、これはどうなのみたいな話もあって、まあでもこれネットで調べたら確かにね、その、その資格、設計の人の資格によって、その単価がまあ公共して、公共工事の場合はえ決まってるので、まあそれを出してらっしゃるんですね。なんでまあ、 特に国が、まあ、定めていることなので、まあ、これも特に議論はなくて、というところで、えー、話は大体全部出たので、えーまあ、判決取りますと,ということで、 私はちょっと議会の中、議員の中でも一番前の席に座っているので、ちょっと他の議員の人たちが立ったのか分かんないですけど、まあ、賛成多数で、えー、可決してます。私もかなり悩んだんですけども、あくまでも入札を取ってるという点と、まあ、入札をしても数,数社が参加する見込みがあるという話の中で、えーまあ、事業自体はね、私もいいと思ってますので、えー、賛成をして、えー、通ってます。 はい。これが一番大きな、あまあ議論になったあところだと思います。あとはですね、まあいろいろ法律の改正とかがあって、それに合わせて町の条例を変えたりしたのがちょこちょこあったりします。えっ、ー、と、一つはあの、えー、ま、ちょ、まあ、今度ね、ま、うちの町も1月の29日に町長選ですね。で、日程はまだ決まってないですけど、確か4月か5月ぐらいに、 あの議員の選挙があるんですけどまあそれに合わせるような感じで国があの、まあ、選挙にねかかる費用立候補者がまあ国に請求をしていい費用っていうのがありまして、まあ、あのビラの何枚まで単価いくらまで使えますよとか。 えー、レンタカーした場合は、1万6千円まで、一、えー、1日使えますよとか、運転手には1日、確か1万ぐらいだったかな、1万2千円だか、その忘れましたけど、そのぐらいまでの費用はですね、使った分は、あのー、まあ地元の市町村の役場にね、申請をして、えー、返金を後々受けることができますよ、という、えー、まあ、公職選挙法かな、っていうのがある中で、まあ、その変更、まあ、今回ね、単価がちょっと少し、 全てのものに対して単価が少しずつ上がってます。まあ物価も上がってますし、まあこれはまああの適,適正なあの値上げかなというふうに思いましたので、これも皆さん参加賛成をしています。あとはですね、あのあのあの国の方の支援策で飼、えー、料高騰、まあ、いわゆる、いわゆるこう、例えばあの養豚場とか してるとところの資料とかあの餌代ですね餌代の値段がすごく上がってる。なので、まあ、国としてね、あのこんだけ、えーえー、前年度よりもこんだけ、前年度か、ちょっと待ってください、この時よりも何パーセント以上上がった場合の金額どの、どのコードで、それに当て,はまるとこ当てはまるところに関しては、えー、その、えー、何パーセントを国があしし支援しますみたいな。 制度が、ま、最近できたのがあるので、まあ、それに伴って、ま、うち、まあ、いわゆる国が市町村に、これ、これ国で決まったんでやってくださいねっていう、うまあ頼まれ仕事なんですけど、まあ、それのための予算が出てたんで、まあ、これはね、国で決まっていることなんで、で、まあ、全部国から後でもらえるお金なんで、も、ま、う、あ、これも特に問題なく、うー、まあ、そういうその資料とかが、あの、すごく、何ですかね。 上がってて、経営に、まあ、金額もそこそこあって、経営にこう苦しいところに当てはまる方は、ですねまあ、町の役場からの方あの産業振興とかから連絡が来ると思いますし、まあ、なければ、まあ、連絡していただいて、ですね詳細を聞いていただければあ良いかと思います。ああとはそうですねなんか、あのー 私個人的に気になったのがあの、福岡県宿泊税っていうのが、まああのたい宿泊施設に、えー、お客さん泊まったら200円、えー。これは福岡県の税金で、まあ泊まった人からもらって、まあ、私民泊やってるので200円もらって、一、えー、人200円一泊に対して、それをまあ県に払ってるんですね。でその宿泊税のその交付みたいなのがあって、町に50万ぐらい来てたんですね。この <laughs> その50万なんで どういうことですかって聞いたら、その、宿泊税の一部を県がね、あの、市町村に、まあ一部を割り合ってて、それでまあその宿泊、まあいわゆる宿泊じゃなくて、あの、まあ観光関係の投資に使ってくれというので、えー、分担金があるうそうです。はい。えー、初めて知りました。というか、そういうの一回も多分回ってきたことないんですけど、<laughs> はい。 そういう内容でした。はい。以上になるかと思います。で、今日はあの休みだったんですけど、明日からはですね、決算。まあ、令和で予算年度の決算があ全部、えー、まとまってるので、それを まあ一回説明はだーっと議会の中でも昨日ねやってもらいましたけれどもその一つ一つをですね細かく詰めていく作業に通っ、えー、ていく作業になりますでも決算って基本的にもう終わったことなので今更その言っても <laughs> ねやった終わってしまったことをどうもできないんですけどまあ次に生かすために、えー、ということであとどっかおかしいところがないかというところで、まあ、チェックをしていく作業になります前はねあの二つチームに分かれてやってたんですけど 前回ぐらいからかな、もう全部ワンチームでやってみることに、やってみてます。そっちの方がね、あの議員の知識のレベルが分担化できますし、まあ、あの、なんでだっけ、えーえー、議事録をね、えー、まあ、以前は人で録音しといて、それをまあ文字起こししてくれる業者さんに頼んで、という経費と時間もかかってたんですけど、今、そういうソフトで自動的にやってくれるやつ、 を使って、かつ、まあ、それを修正をしたいとかしてるのもあって、マイクとかが全部つ,つながってた方がいいのねまあ、議場でもみんなにやろうということで、やってる感じになります。はい。以上になります。えー、それはですね、えー、まあ、選挙も近づいてますんで、ぜひですね、えー、まあ、町長選、えー、あと、 調議戦ですね、えー。興味持って出馬してくれる人が一人でも増えたらいいなというふうに思います。以上ですそれではまたバイバイ。違反を約するぞ。<laughs>